一回ヒント伺います。あ、よかった。動きた、動いた。動いた。おお、よかっうん、た。おお、10秒後に突入。動地下けれのばね、側新面兵階でも。段、地下扉割ってるから、テルミ5ハロー秒ドも後に飛び突出してく入。るね。ああ、なるほど。ちょっとロックしとかないとだ。ディフューザーを取り戻した。よ爆し、弾じの中心ゃあ、に移動して戦確術保的新兵も出撃。ナイス。俺持出撃をっしててていいないのといかうな？ふうに。大丈夫っすよ。うん。一回に毒が張ってたんで、英国で見るかも。ごめんなさい、高橋さんに当たっちゃった。オッケー。あ、で、ちょっと、上、ロックした。ああ、へえ、R 押して、あれか。近くで設置できるんだ。切り返し。ナイス。ロックやった。ナイス。ナイス。ああ、ランクマ仕様になってる。爆弾を発見した。ああ、そういうことか。出てきたよ。出てきた、出てきた、出てきた。どこ？あーっと、ごめん、一回出てきた。テルミポジ。テルミポジ、割って出てきた。画面が揺れて。高橋さん、左が、あ、右側にスモーク。これ、強引に行っても死ぬかな？スモークあればいいですけどね。見えた？あ、見えた、見えた。一人やったよ。戦術新兵舐めるな。フロスト一回。フロスト一回まだ。剣の上。やべえやべえやべえ。スーパーナイティだ。あと B ボムの中に一人だよ。設置。設置入りました。援護して。ナイス。おお、ナイス。ミッション完了だ。やべえ、結構逃げてたな。ナイス。死んでた。あ、ひやみさん、こんばんは。やっぱり棒読みちゃんボイコットしてる。こんばんは。ひやみさん、こんばんは。そんな棒読みちゃんにボイコットとかストライキとかあるんですか？いえいえ。いろいろ読ませすぎました。ご機嫌な目になります。ちゃんと可愛がってあげないから、そのようなことにという話ですか？ちょっと復活させてみようかな。おゆみちゃん、この間俺もう読まなかったんだよな。ノイズが入っちゃうかな。ああ、あれがね、結構みんなやっぱ棒読みちゃん使うから。爆弾を守れ。うん、僕、佐藤サスパーキンしたいんですけど。ああ。あ、佐々木。なんかそういういろんなボヨミちゃんがいるんでしょ。ボーカロイド、ボーカロイドです。ああ、なるほど、なるほど。うん。ボーカロイドいいね。それっていくらぐらいするんですか？1万どし。高っ。そんなにするんだ。ああ、まあ、まあ、忘れてました。はい。オーイエー。早く取ってください。僕最近悪癖があるんで。あ、はい。そう。この間、アーマーってコメントしたけど。そうそうそう。最近悪癖があるんでやめてください。ほんと。ほんと無理です。敵部隊が爆弾を発見。どうしようかな。どうしましょうかね。準備しろ。窓に置いとけば入ってこれない。うん。痛いと嫌いな。落ち着きはしないよ。赤コン来てるね。赤コンか。気のせいか。どこに N 正面、マックスマン。赤コン2回。はい。ああ。うん。おお、この位置でよかったー。まあ、今来ても大丈夫だった。大丈夫ですよ。安心しようですから。
うん、N に来てるな。定置ドローンがいる。そらさん、それ右とか通れた方がいい？壁。いや、大丈夫ですよ。自分、家だったら自分で開けますから。やばい、見つかった。ね、窓？甘い。ナイス。ステッチ。もう一人。2.5。2.5、了解。外にいた？いや、入ってる。入ったんだ。入ってる。ナイス。ナイス。やったよ。2.5もう一人。アシストはもらいました。多分いると思うけどな。うん、敵が来ない。2.5。みんな上か。階段隙間6リロードで、E 側、ラペリングしてる、一人、うん、僕、E 側のラペリング見ます。あ、ごめん、高橋さん、やばいとこ開けたわ、俺、今大丈夫っすよ。でも、あれだよ、そこ安全地帯じゃなくなったよ。マジか。お、足も、あ、EVL も上空いてるって、覚えておいてね。非常階、非常階誰かいる。アッシュ、AV。可能であれば場所を移動することをお勧めするよ。おー、OK。なんか降りた。タラさんの方？いや、どこだ？非常階3階？あ、ピアノに1人。ピアノ1人？うん、ピアノ。入ってる、もう。高橋さんロックしてるかな。お、天沢さんも来た。そこの、おうおう、ああ、見られてる、見られてる。いや、AV の方行った。だよ、まだ 2.5 に誰かいる。あー、抜かれた。2.5 に、バック。あ、いるね。赤ピン。おう、なんか引っかかったよ。うん、規制さん、そこをロックしておいた方がいいかもしれん。そうそうそう。そこのね、右の階段にいる。キツネさんの。そいつ。どこ？規制さんの階段って？バック 2.5。非常階段じゃない方。S 側。あ、もう入ったかもしれない。子供部屋。規制さん、ちょっと待ってね。うわーっと、ここにいる。子供部屋、子供部屋。子供部屋、入ったすぐ右。下からニトロでもいいけど、あれやね。やっちゃってください。よし、解除、解除。よいしょ、いつものポジション。向こうもショットガンだ。ナイス。あ、出た、持ってない。うん、本当だ。うん、何で解除したんだ。最後のカメラだと持ってないんですよね。あれ多いですよね。うん。PC じゃないんですよ。そのバグみたいな。PS4 だっけ？じゃ PS4 の場合、もう喫煙さん状態です。家出がいっぱい出ます。家がどころじゃなく家出。僕の場合、ミラからしたら全員いないです。たまに。ああ。あは。カズさんも結構いいんですよね。うん。適度すると。爆弾を見つけろ。なんでしょうね、本当。今回の2階が降りてきたな。うん、降りてきた。2階で。あ、1、2階。でそう。同じとこだね、うん。ミラーもいますね。いや、僕はいつものポジションに。あ、くれるぜ。あらー、テレミポジにミラー開けましたね。10秒。で、はい、工事してます。おう。赤コンもなんかいた。うん。この割り方結構たまに見ますよ。あ、リフザいます？僕、2階から進めようと思うんですけど。はーい。じゃあ、OK。リフザを失った。もらえます。はい、お願いします。でスキルは？なし。なんとかなかったわ。
赤コン終わってもいい？いいよ。オッケーです。お願いします。2回割るよ。じゃあ僕は侵入するとき教えてくれると嬉しいよ。2.5 嬉しいよ。あ、2階に3人いた。ああ、2階3人。ああ、無理か。ごめん。ごめん。2.5にバニーと。ディフューザー落ちたね。あそこ割れてるの？ああ、ミラがいるのか。ナイス。あっ！やべえ！おお、ナイス。今のは、うん、ナイス反射。ナイス反射。キツネさん、キツネさん、ちょっと、その、こっち見ててもらう。ああ、出てきた！下を出てきたわ。リロード！ごめんね。ああ、いい。これはこれは。開いてんのかな。アドレナリンをブーストする。これ回収してる？飛んでるな。ん？うん。中に弱いね。高橋さんのとこ厳しいかもしれないこれ。そうですね。ここからはちょっと。うん。そこは。うん。有刺鉄線だらけだ。2階行けるよ。家が1階のボブね。1階から行こう。もう一人下いるわ。ナイス回収。おお、まあ、下のボムに2人。イエガーとリージョン。どうわ、しまったー、ごめん。やられた、俺んとこスモークと。うわ、2人もいるのか。ちょっと待って、俺も踏んだ。高橋さん、仕掛けて。リージョンまだ下。あいつだ。キツネさんどこでやる？ここ。敵ここ。あれ下がった。2.5 にもう一匹。あ、いや、二人いる階段から。二人いる。中、もう一人ここ。ここ。家がここ。あ、やべ。A ボムの割れてるところから見てるかな。降りてきたな。うん。いや、降りてきた。降りてきた。降りてきた。では、ほっ。あ、いるいる。あ、本当だ。あと15秒。今、ピアノ入った。ピアノ入った？ナイス！ナイス！うまーい！ミッション完了だ。ナイス、ナイス。行ってきた。なぜ分かったの？すごいね、いい読み。おお、ここが引き際。ああ、よかった。よし。スキルゼロですって。すごい。すげえな。ゼロですやった。やはりここぞという時の集中力が違う。いやー、もう最初勝てなかったっすからね。最初ね、闇に落ちそうでしたからね。だって、お師匠さんに呼ばれてきたら。ってキツネさんはずっとうなってた。もうあの泥沼サルベージャーお塩さんでもなんとかできるかと思ったけどなんとかならなかった。今日は泥沼サルベージャーアマザルさんに。いやサルベージャーアマザルさんに。はい、もうあ完全にね落ちてたねだいぶ。だってフルパンになってから急に勝て出してましたもんね。うんやっぱりフルパンの力はすごい。全然違うもん。いつも通りに動けない。いつも通り動けない。っていうか、アマザルさんと超久々に会った気がする。いや、本当にそうなんですよ。うん。僕、キツネさんとも久しぶりのような気がしますし、うん、お塩さんはもっと久しぶりなような。うん。あとね、
やっぱ我慢せずに罠オペは使おう。我慢しちゃダメです。我慢しちゃダメですね。そうそうそう。そもそも狐さんの罠キャラ強いっす。うん。かなりの高確率に引っかかってますもん。大体引っかかってるもんね、カプカンとか。うん、やっぱりね、性格が真っ白な人間にはね。見える未来が見えるんですね。うん。引っかかる未来が。そうですね。ララか僕かっていうところです。今日気持ちよかったんですか、じゃあ。うん、よかったです。最高ですよ。それもう明日の活力はこれでチャージできましたよ。だって、キツネさん言ってたもん。当たったよ、当たったよ、当たったよ。かかったよ、かかったよってずっと言ってた。嬉しくて嬉しくて仕方がない。なるほど。